シャマレルは、モーリシャスのブラックリバー県に位置する村。村の東部は、サバンナ県にもまたがっているが、村の運営は、ブラックリバー県議会の庇護のもとにシャマレル村議会が行っている。今日では、主に七色の大地やシャマレル滝、ブラックリバー渓谷国,国立公園など、周辺の景色や自然アトラクションによって知られ、隣接する地域は、コーヒー豆の産地としても知られる。 1876年に建築されたシャマレルの西安ナ教会は、西部の秘正店の巡礼先であり、この期間にはフェアで巡礼をもてなしている。シャマレル村は、ブラックリバー県とサバンナ県の間に挟まれた、モーリシャスの西海岸にある西部の丘に位置し、海抜はおおよそ850フィートである。シャマレル滝は、険しい岩の円形演技場上を通り流れるキャバーノ。 川より形成された。地形は森林大地であり、涼しいそよ風と性質で、牧歌的な雰囲気として知られている。モーリシャスでも人口が最も少ない村の一つであり、2011年に中央統計局により行われた。国勢調査では人口が783人と記録された。クリオーリはブラックリバー県のこの村の主要な労働力を形作っている。 村のモーリシャス・クレオールは自然環境保全の概念を導入している。シャマレル村は1800年頃にこの地に住んでいたフランス人のシャルル・アントワーヌでシャザール・シャマレルにより名付けられた。かつてはこの村すべてが彼の土地であり、ナポレオン戦争の時期にはモーリシャスを占領したマシュー・フリンガースがシャマレルに彼の邸宅で艦隊されている。しかしながら現地の住人には単に 黒の村と呼ばれている。村には、砂糖キビとパイナップルのプランテーション農園があり、より後半には、コーヒーのプランテーション農園が存在する。様々な色を見せる露出した近く者まマレル、滝特筆すべきものの一つに、村より、南西に約4キロメートル離れた場所に位置する、七色の大地がある。 この色鮮やかな大地は溶岩が冷却された結果様々な色が残された現象であり溶岩群は350万年から700万年前のものと推測されているこの重なり合うように露出した地殻は溶光によって七色に彩られる早朝朝日によって長炉が照らされる時間帯が最も美しい色となり遊歩道や 展望台から観察するよりも近くよりの眺めが美しいと評される。この七色の大地はブラックリバー滝の下流に位置する約七八エーカーの不毛の平野であり、あらゆる植物に対して厳しい環境となっている。畝のように横に並んだ列が見られ、その外観からレコッツでメロンとも呼ばれる。この黄色、高褐色から明るい赤 紫に黒など40を超えることなる色相を持った、地質は調査の対象となっており、採取されたサンプルは科学調査が行われた。土壌は、有機質を全く含まない含む鉄量の高い粘土が密集し結合して形成されており、土壌肥沃度はほぼあるいは全くないと明らかにされている。窒素がほぼ含まれていない代わりに、石灰、炭酸カリウム、 林産が検出されたことは特筆されているが、しかしながら、蘇生はほぼ鉄と酸化アルミニウムに占められている。また別の興味深い場所としてリュキャップ川より流れ落ちる、シャマレル滝が挙げられる。町の入り口より 1.5km に位置し、切り立った崖より流れ落ちる滝は落差 95m とされる。滝の上部から始まり下部の楕円型の池までの、懸水加工ツアーが、 専門の業者により提供されている。飛沫は全長の半分まで吹き上がり、滝への道は固く滑りやすくなっている。もう一つの興味深い場所として、プランテーション農園の広がる丘に位置するシャマレル蒸留所がある。この蒸留所には、砂糖きびを元にしたラムを醸造する作業工程を解説する展示館が設けられており、生成された副産物が すべて再利用されているなど環境に配慮した生産工程を案内している。これはビーチコマーホテルのオーナーにより2008年に設立された。また、併設されているレストランではラム酒の試飲が可能となっている。村の教会は西安な教会であり、この教会は聖母の秘商店に関連する巡礼地となっている。 これに合わせて毎年8月15日にはフェアが模様されており、基金を集めるとともに賃ンなどが提供される。村のアドベンチャースポットは、マウンテンバイクツアーや乗馬スクールでの乗馬体験に代表される。また森に作られたアドベンチャーパークでは、ジップラインやにニり橋、ロープウェイがアクティビティとして提供されている。ありがとうございます。